はい、こんにちは。税業専門税理士川南です。本日の YouTube 動画はみんなが気になってるだろう、税務調査で狙われやすい確定申告書ってどういった申告書なのか、それについて動画で解説をしていきます。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっています。またビジネス書2冊出版しております。すべて概要欄の URL から飛べるようになってますので、ぜひ一度チェックしてみてください。それでは早速本日の動画、どんな確定申告書が狙われやすいのか、一緒に順番に見ていきましょう。はい、税務調査に狙われやすい確定申告書がどういったものなのか、順番に一緒にチェックしてみていきましょう。本日の内容です。税務調査って一体入る前何を、また確定申告書のどこを一体見ているのか、皆さん気になりませんか？まず1つ目、税務調査の実態について解説をします。2つ目、税務調査で狙われやすい条件を紹介します。そして次に経費でチェックされやすい項目というのがあるので、そちらを紹介します。そして4つ目、所得税の申告漏れ上位トップ10という業種が発表されていますので、そちらを紹介します。最後、トータル税務調査の注意点を喋ってますので、動画しっかり最後まで見てください。ではまず最初、税務調査の実態について簡単に紹介をしていきます。税務調査の実態についてです。皆さん、税務調査嫌だな、来ないといいなというふうにね、ほとんどの方が思ってると思います。この税務調査というのがどこに入ろうかというふうに考えるときに、判断基準として使っているデータがあるんです。それが皆さんが確定申告提出すると思うんですけど、この全国から集まった個人事業主の確定申告書のデータが集まるデータバンクっていうのがあるんですね。そのデータバンクに全ての確定申告書のデータが入ってきますので、全業種の数字が集約されるわけです。ですので、そのデータを見ればですね、その業種ごとの平均値や科目ごとの平均値、大体の平均値というのが出てくるわけです。これにはもちろん皆さんが提出した過去の申告データも全て入っています。さらにどこでデータを手に入れるかと言いますと、税務調査でもさらにリアルなデータを入手することができるんです。これどういったことかと言いますと、税務調査に税務署の方が入りますとですね、その入った個人事業主の方の領収書や請求書など関連するものをコピーするんですね。そしてそのコピーがどんどんデータとしてストックしていくほど、地域のどことどこに取引があるのか、どことどこがつながってお仕事をしているかっていうようなデータがどん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 ストックされていくことになります。ですので、税務署はこういった税務調査に入り、さまざまな書類のコピーを取ることで取引先や仕入先を把握するわけです。このリアルな税務調査で行くことで得たデータで辻褄が合わないところが出てきたなっていうのも分かるのもここからなんです。そしてそもそもこの確定申告書のデータを入力、またね e-tax で送られてきたものをデータとして入力するとですね、異常値が出た場合にはエラーが出る仕組みになっているようです。このデータバンクがどこにあるのかとか、誰が管理しているのかっていうのは公表されておりませんので、私たち税理士もですね、どういった風になっているのか知りません。皆さんもし情報をご存知の方いましたら、コメントね書いていただけると嬉しいです。噂みたいなものでしたらね、いくらかあるんじゃないかなと思うんですけど、実際はどうなっているのか、ちょっとここはね非公開というか、まあ、秘密主義みたいになってるんじゃないかというふうに思っています。ここでですね、税務調査がどういったことをね元に調査に行くのか決めているかというと、このデータバンクを元に、要は大量の数字のデータを元に税務調査に入るか入らないか、どこに行こうかっていう判断基準にしているというわけです。では次に、税務調査で狙われやすい条件をピックアップしていきたいと思います。税務調査で狙われやすい条件です。こちら狙われやすいですので、 100% 必ず今から言うこと該当してたら税務調査に入るってわけではないので、ご安心ください。入りやすい、狙われやすい条件の紹介していきます。まず税務調査というのは基本的に3年分を調査します。もちろん3年分見てですね、必要だとあればさらに去年その前見せてくださいっていうことはもちろんあるんですが、基本的に3年分を見られます。そのため開業して3年後に入る可能性が高くなります。次に、売上高、課税売上高1000万を超えて消費税の申告がある課税事業者、消費税の申告をしている方の方が、やっぱりしていない方よりはですね、消費税の申告も見るということで、まあ、見応えがありますので、どちらかというと消費税の申告がある方の方が狙われやすいというふうに言われています。そして次、赤字続きや所得が少ないところも要注意です。これ赤字なのに所得が少ないから大丈夫
丈夫でしょって思う方いるかと思うんですけど、この赤字が続いている所得が少なすぎるとですね、税務署はこの人どうやって生活してるんだろう、よく見たら家族もいるし、どう養ってるのかっていうふうにちょっと怪しいのかもっていうふうに見られる可能性があります。これどういったことかと言いますと、申告しているのはこの赤字続きの所得しかないんだけど、他に所得を隠しているんじゃないかというふうに疑われる可能性が高いということです。例えば不動産をしているの不動産所得を申告していないとか、仮想通貨、株、投資をしているのに申告していないというような疑いがかかりやすいということです。なので赤字が続いていてですね、その理由がきちんと説明できればいいんですけど、所得が少なすぎてこの人どうやってこの年収で生活しているのかなっていうふうに疑われやすいような内容の方は要注意です。これもう1点追加で紹介したいんですけど、事業所得が赤字だとしてもですね、給与、要は会社員として給料があるっていうの場合だと、この方は会社員の給与があるから生活できるんだねって見られるわけで、セーフになることが多いです。まあ、こういったポイントでも狙われやすくなるということを頭に置いておきましょう。次、売上が順調に上がっている人です。これはですね、売上が 1.5 倍、2倍、3倍、4倍っていう風に順調に上がってますと、やはり税務署としてもですね、どういう風に稼いでるのかなっていう風に見たくなるものです。なので売上が順調に上がってビジネスがねうまくいっている人、売上が上がってきて高くなってきた人っていうのは、やはり税務調査に入りやすい傾向があります。そしてこちらも要注意です。課税売上高がいつも1000万ギリギリの人、これも税務調査する側としてはですね、ちょっと覗きたくなる気持ちが働くんですよ。これどういったことかと言いますと、売上が980万円でしたと、しっかり計算してそれならいいんですけども、こういう980、990、950が続くとですね、税務署の方は何か売上を探したら1000万超えて消費税の申告必要な課税事業者になるんじゃないかということで調べたくなるわけです。私たち税理士もですね、980万になったってなるともう一度再確認します。本当に漏れているものがないのか、間違ってないのか心配になるので、ここはね結構気を使うところです。実際に計算してそれが合ってれば問題ないので心配することはないんですけども、もし何か漏れていたら大変なことです。なのでこの1000万円ギリギリの方というのはですね、狙われやすい傾向があるということを少し頭に置いておいてください。そして次、年度と比較して異常値が発生した場合です。先ほど言ったようにデータとしても集まってきます。皆さんが提出した過去の確定申告書のデータもずっとね保管されていますので、去年の確定申告書と比較して大幅に何かの数字が上がって異常値が出たという場合もですね、エラーが出たりしますので、税務調査で狙われやすくなる可能性が少し高くなるというふうに思っておいてください。そして今言ったものなんですけど、絶対ではないのでご安心ください。全部当てはまるから絶対自分はね税務調査来てしまうっていうではないです。狙われやすくなる、また確率が上がるっていう話ですので、この点だけご了承お願いします。はい、では次の税務調査で狙われやすい内容、実は勘定科目によってやっぱチェックされやすい勘定科目ってあるんですよ。次のスライドでそちらを紹介していきます。はい、経費勘定の注意ポイント、注目ポイント、税務署の方々がどういったところを見てるのか、勘定科目について紹介をしていきます。チェックされやすい経費というのがあるんです。ナンバーワンは何といってもこれでしょう。代表的、接待交際費になります。これは接待交際費の金額が大きいとですね、これは他の同業者と比べて倍ぐらいがあるとかになりますと、やはり異常値のエラーが出ます。こういった金額が高いところ、本当にその支出が自分のビジネスの売上につながっているのかどうかというふうに、覗きたくなるのが心理的なものになるかと思います。なのでこの接待交際費の金額が多い方、また売上に貢献につながっているのかどうかっていうのをチェックポイントにされますので、接待交際費というのはですね、皆さん気をつけるようにしてください。次にチェックされやすい項目は外注費になります。こちら外注費もですね、金額が大きすぎると架空の外注費を作ってるんじゃないかというふうに疑われることがあります。これ昔から脱税のよくあるパターンとして代表作というぐらいですね、この架空の外注費多いです。なのでやはり外注費というのはチェックされやすい項目です。そしてこちらにも書いてあるんですけど、実態の確認もされます。本当は雇っている給料になるのに外注費にしているっていう場合も、こちら問題がいろいろと起こってきますので、こちらはですねしっかりと確認したい項目なため、やはり外注費というのはチェックされるポイントの科目になっています。
次、仕入れ高ですね。こちら売上とのバランスが取れていれば大丈夫なんですけども、この売上とのバランスが明らかにおかしいとか、売上が上がっている下がっているのに引き連れて仕入れ高も上がったり下がったりするはずなのにバランスがおかしい、仕入れ高が異常に高いってなりますと、やはり架空の仕入れをしているんじゃないか、要は仕入れをしていないのにしていることにして請求書をね作ってるんじゃないかっていうふうに疑われやすくなります。こちらもですね、昔からある脱税の、まあ、王道のパターンになります。ですので、こちらも見られる項目だというふうに思っておいてください。そして次気をつけるのが雑費です。皆さん意外と思うかもしれませんが、雑費って、こうなんか該当しないところのものはね、雑費に入れてくださいとかね、雑費を使って勘定科目分けしましょうって話よく聞くと思うんですけど、あまりに雑費が大きくて膨らみすぎてですね、他の経費が何十万なのに雑費だけ何百万ってあるとですね、人というのはそういったアンバランスが目につくとですね、気になるのが心理です。ですので雑費もできる限り何でもいいから放り込むのではなくて、該当する科目があればやはりそっちの該当する勘定科目に分けておくということをお勧めします。そして次に注目ポイントとして見られやすいのが消耗品費です。これどういったことかと言いますと、消耗品費も金額が大きいとですね、本当だったら減価償却しないといけないものを消耗品に計上して一括で経費に上げてるんじゃないかというような疑いが持たれます。減価償却というのは基本的に10万円以上の資産を買った場合には一括して経費に上げず減価償却していくっていうルールなんですけど、消耗品の金額が大きいと、まあ要は積み上がってるとですね、減価償却自体してないんじゃないかなっていうふうに疑われる可能性があるということです。はい、それ以外にもう一つ追加で紹介しておきます。こちら家事案分の割合です。家事案分っていうのはね、専門用語なんですけど、フリーランスや自営業の方というのはプライベートでも使う、仕事で使うものっていうのが必ず出てきます。これ例えば携帯などもそうですよね。個人で携帯使ってるんだけども仕事でも使うしプライベートでも使うっていう場合には、事業用とプライベート分っていうのを分けないといけないんですね。それを家事案分と言います。この家事案分の割合がおかしなことになっていると、やはり注目されて税務調査で狙われやすい申告書になる可能性があります。どういったことかと言いますと、例えば車を皆さんね、自営業の方乗ってる方多いかもしれませんが、この車がですね 100% 事業用になっている場合、これ要注意です。2台車があってですね、完全にこっちが仕事用っていうんだったらいいんですが、1台しかないのに事業用として使ってる 100% っていうのは現実問題嘘ですよね。プライベートも必ず乗っている、どっかスーパーに買い物に行ったり、子供の送迎に行ったり、週末家族で出かけたり、必ずプライベートで使う場面っていうのが少しならずともあると思うんですよ。そういった割合がおかしい場合もちょっと狙われやすくなりますので気をつけてください。これは今車で例えを出したんですけども、家賃や固定資産税、携帯などもですね、この割合家事案分出てきますので、もう一度再確認してから確定申告提出するようにしましょう。では次に狙われやすい業種っていうのがやはりあるんですね。これは税務調査に入る確率が高い業種っていうふうにも言い換えることがあります。次トップ10の業種を紹介したいと思います。これ皆さん気になると思います。はい、狙われやすい業種っていうのがあるんですけど、これどういったことかと言いますと、申告漏れしていた所得金額が高額な上位業種というのがデータで出ております。今紹介するものはですね、令和4事務年度のもので国税庁で公表されています。どういった業種が狙われやすいのか、ランキングトップ10で10位から順番に紹介していきたいと思います。皆さん見ている方、該当している方はですね、特にね、確定申告気をつけるようにしましょう。10位電気通信工事、9位バー、8位太陽光発電、7位鉄骨鉄筋工事の業種、6位冷暖房設備工事、5位がタイル工事、4位焼肉、3位ブリーダー、そして2位が金工卸業ですね。さて令和4事務年度の栄えあるトップ1第1位はこちらです。経営コンサルタントです。要は経営コンサルトの方が申告漏れ所得金額が高額な上位ナンバーワンに輝いたということです。このランキング実は毎年出ておりまして、過去にはですね、やはりキャバクラとかいうものがランキングに入っていたんですけど、今はまあコロナの要因があったり、まあ時代の流れとともにランキングが入れ替わってきていまして、今第1位は経営コンサルタントということになっています。これもしですね、もっと過去のものを見たいって方、こちら国税庁から公表されている情報になります。実際どういった風な情報が紹介されているのか、次のスライドで紹介します。
はい、実際の資料がこういったものが公表されています。先ほど紹介したトップ10は元の資料はこのような感じになっています。事業所得を有する個人1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種ということで紹介をしています。こちらさらに詳しくですね、1件あたりの金額という平均値が出ております。経営コンサルタントで言うとですね、ここですね、こちらの金額が漏れていたということで第1位に輝いたということです。そしてこちら前年の順位とかも載っています。このようにランキングが入れ替わりますので、興味ある方、過去のものも知りたいなって方、概要欄にこの資料の URL 貼っておきますので、ぜひ覗いてみていただけるとですね、いろんな情報出ております。その他載っているもの一部紹介してるんですけど、これ暗号資産に調査に入った場合のデータ、そして無申告の方に対する調査の状況データというもの、またさらにですね、消費税の税務調査のデータというように、いろんなデータ載っております。興味ある方ぜひね、概要欄の方からクリックして見ていただくと、このね、国税庁が公表しているデータ、なかなか興味深い内容だと思いますので、ぜひ一度皆さん覗いてみるのもありなんじゃないでしょうか。次に税務調査に関する注意点を紹介します。はい、注意点です。税務調査というのはですね、確定申告書を提出して連絡がないからその経費が認められたというものではありません。何も連絡がないからあの経費大丈夫だったんだというのは勘違いになりますので、お気をつけください。これどういったことかと言いますと、実際の細かいチェック、経費の内容は税務調査で確認をするということなんですね。結構皆さんですね、何も連絡ないから大丈夫だったんでしょうというふうに思っている方多いと思います。ここしっかりと気を引き締めましょう。そしてこの税務調査というのはですね、日数もさながら後々こちら修正してくださいねということで修正申告が発生して、税金の追加納税が発生したりすると、精神的な負担も資金繰り、まあお金的な負担も非常に負担が大きいものとなります。できたら入らないでほしいと皆さん思ってると思うので、本日の動画見返してですね、狙われやすい項目しっかり今一度確認することを推奨します。そしてこの税務調査1日で終わる場合もあれば、まあ2日3日と長引く場合といろいろケースがあるんですけども、調査が終わるまでにですね、まあ、税務調査無事に終わりましたよっていうお知らせが来るまでに2ヶ月ぐらいかかります。その2ヶ月長い場合と3ヶ月になる場合もありますが、この間ずっとこの税務調査のことは頭の隅にありながら本業の仕事をしなければいけないということで、結構精神的な負担が大きいです。でその皆さん、今一度プライベートの経費が計上されていないか心を胸に当てて、もう一度再チェックの方してみてください。そしてまだ間に合います。3月15日までに再度確定申告を提出し直すとですね、そのまま自動的に最新のものが上書きされます。まだ3月15日までなら難しいことなく修正可能、再提出が可能ですのでご検討ください。こちらですね、3月15日を過ぎてしまうと公正の請求とか修正申告しなければいけませんので、負担がかなり大きくかかります。3月15日までにミスや修正項目に気がついて再提出をすれば、自動的に上書き更新がされるってこともしっかりと頭に置いて押さえておきましょう。はい、私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。オンライン上に税理士を味方につけるということをコンセプトに、 Facebook の非公開グループで運営しています。メリットが4つあります。まず1つ目、税理士専門家に質問相談ができるということで好評です。こちら文章で質問をして、その文章に対して私が直接文章で答えるので、チャットのようなイメージを持っていただけるとイメージしやすいかなと思います。2つ目のメリット、メンバー全員起業家メンバーばかりですので、お互い情報交換ができるということで非常に好評です。3つ目、私が平日毎日ビジネスや SNS の裏側に関する記事を投稿しています。この記事の購読権利がついているのが3つ目のメリットになります。次4つ目、定期的に Zoom サロンを開催しています。 Zoom 会議に参加してメンバーや私と直接質問や相談することができるということで非常に好評です。この Zoom サロンの参加権利はサロンメンバーだけの特典となっております。以上、入会お待ちしております。詳細はいつも概要欄から飛べるようになってますので、ぜひ一度覗いてみてください。チャンネル登録まだ未登録の方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またコメントや感想をいただけると励みになります。そして高評価ボタンもぜひ押しといてください。ビジネス書も2冊出しております。 Amazon Kindle 版あります。そしてその他いろいろ SNS もやってますので、ぜひそちらの方もフォローしてくださると嬉しいです。はい、というわけで本日の動画は、皆さんが気になるであろう税務調査に入りやすい、狙われやすい確定申告書ってどういったもの、また税務署はどういった数字を見ているのか、注目しているね、勘定科目など紹介させていただきました。これからも自営業やフリーランスに役立つ動画出していきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。
それでは皆さんが気になる税務調査、やはりね入らないんで越したことはないんですけど、真面目にやっていて素直にやっていればですね、そんなに怖いものではありません。何か売上をごまかしてるとか、架空の仕入れがある、架空の外注費切ってるっていうような場合は大変なことになりますので、まあ、基本的に真面目にしていたらそこまで怖いもんじゃないんですけど、まあ、やはり精神的負担は大きいので、まあね、避けたいという気持ち、本音はよく理解できます。はい、というわけで本日も動画最後まで見ていただきありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。事業専門税理士神南でした。それではまた。